重症の先生を背負っていた時に得た背中の感触は未だに記憶から消えてはいません。あれは戦争の感触です。けれども戦争は利を図るのが都合がいいのです。しかして人こそが最後なんだ。演習であると思えば良いのです。私に本当にできるかな。私に練習でこれらの兵器がいかがしたのか。龍さんの感触を、龍さんの感触を覚えていた。練習であると思えばよいのです。あなたの策略は人々の上を行きます。そうやって闇市の主になったのですか。ええ、あなたもそうなりますよ、エリオンだ。私にはよくわかっています。あなたは誰一人逃しはしません。